我々にとってはものすごいショックで、こんな半分しかちゃんと形にならないのかと。それはこのシステムなく、そんな不安定な、非効率なシステムなのかということだったんだけど、我々にとってはもう何もできなかったんですよね。ところが、今この分子理論の研究者でウルヒ・ハートルという人がドイツにいて、その人はもうもしシャピロンがノーベル賞を取るなら必ず入るという人なんで、このシャピロンの、がどうやってタンパクの高次構造形成を助けているかというのをずっと解析してきた人で、この人がこれは尺に触るというか、なんかおかしいんじゃないか、なんかトリックがあるんじゃないかと思ってやってみたと。でこういう時にタンパクが合成されたと分解されるかどうか、どうやって調べるかっていうと、ウエスタンブロットでは今どのぐらいあるかしかわからないっていうのをやって、このサーブラジオ進学でパルスチェイスは多分言えてない、やれなかったね。ウエスタンだと、細胞抽出液を作って抗体と反応させるんで、ウエスタンブロットは電気をするんで大きさは分かりますよね。だからどんな大きさのタンパクがどれぐらい存在するかということが分かる方法ですよね。ある潰してしまって、でこの電気として抗体と反応するんだから大きさは分かると、ある大きさのタンパクがで、ある抗体と反応する、ある大きさのタンパクがどんだけ存在するかということは知ってるんですけど、そのでもどんな過程にあるかというのはよく分からないんですよね。この量を見るだけなので、だもうこのタンパクがある量ずっとその量で安定に存在しているのか、分解されている途中なのかなんていうことは分からないですよ。ウエスタンブロットしてもいつもずっとそんな色か、でも今前ちょっと前はもうちょっと多かったんだけど、今その減っているところなのか、あるいは増えているところなのかっていうのも分からないね。この辺の区別ができないんですよ。ある時点のスナップショットを撮ってるだけなので。ですね。だからその時どうするかというと、区別するためには、合成途中の、今合成している時のタンパクを放射線標識したメチオニンやシステイン。で標識します。これをパルスラベルという、パルスは脈の意味で、ある少しの時間って言うんですね。ずっとじゃなくて、例えば20分とか10分とか、そういう短い時間標識することをします。で S で標識するのはなぜか、大丈夫かな、これはタンパクは S はタンパクにしか入らないからね。核酸には DNA、RNA は S は入ってないですよね。だからタンパクにウニが標識されるので S で標識する。そしてここで合成した後、合成これで10分間とか、例えば20分でもいい、20分とか20分間ぐらいパルス脈でこういう放射線のアミノ酸を入れておく。そうすると、その20分間に合成されたタンパクにはこの放射線のアミノ酸が取り込まれるですね。で20分だったら洗ってやって、その取り込まれなかったこう放射線を取り除いて普通の培地に戻します。で時間経過を追うと、洗浄してから20分経ったらどうなるか、40分経ったらどうなるか、60分経ったらどうなるかというのを調べていきます。だから放射線が入るのはこの20分しかないわけね。20分の時での間に作られるもの、20分の間に作られるタンパクだけに放射線が入る。でその後はもう普通の培地に戻すので、その後作られるタンパクには放射線は入らない。だからあと放射線を追いかけていけば、この間に作られたタンパクだけに着目できるというシステムですね。そうするとこれが安定に存在すれば、作られたままそのまんまですよね。そのままずっと1時間経って維持される。
このまま安定に存在すればずっと維持されていくし、分解されるんだったら減っていくだろうと、ですね、ということになるわけです。だからこういうどういう過程にあるか、ずっと安定なのか分解中かなっていうのは、こういうパルスチェイス実験、これはこっちをチェイスと言います。追っていくという、この放射線で表示されたタンパクを追いかけていくというチェイスという、これパルスチェイス実験というのですね。これこの前は前期はちょっと時間がなくてこう説明できなかったです。これはまああんまり最近放射線使うのが嫌な人が多くてあんまり使う人はいないんですけど、うちはこれをタンパクの運命がどうなるかというのを見るのでこれは結構使ってますけど、要するにお酒の好きな人だったらウイスキーをストレートで頼むとチェイサーってお水くれますよね。だから最初水割りにするとこう飲んでもそのまま薄まったままそのままずっと流れていくんだけど、濃いストレートのウイスキーパッと飲んでその後チェイサーで飲めばこの濃いのがずっとどういうふうにどういうところをたどっていくかというのが分かるという、そんなイメージのパルスチェイス実験ってやるんですね。このでウイルスの人、免疫の人たちはこのパルスチェイス実験をして作られたタンパクの3分の1はもうすぐに分解されちゃうとか、半分はすぐに分解されていると、決して安定に存在するんじゃないというようなことを言ったんですね。でその実験自体はまあ受け入れないとしょうがなくて、捏造してたらどうしようもないんだわからないけど、実験自体はそれらしい。この時に何かこのトリックがないかと、このシャピロンシステムとの両立ができないかということでハートという人が実験をした時に気がついたのは、通常まあこの皆さんも実験してないか分からないんですけど、通常細胞の中にはメチオインやシステインでプールとして存在するわけね。もともとアミノ酸が飢餓にしてない、だから普通にもメチオインとシステインがあるのでこの中には放射線を入れてももともとの中にプールがあるとこのプールによって薄まっちゃいますよね。だからなかなかこう入れたのがすぐに全部新しく合成されたタンパクに取り込まれることはなくて、これ確率の問題だから、例えばここが100あったら100倍プールがあると1入れたとしても100分の1に薄まっちゃうんですね。だから100分の1ぐらいの確率じゃないとタンパクの中に入っていかない。そうするとなかなか検出が難しいということになって、ものすごい量の放射線使ったりするのも大変だから、これ普通にやるとまあこんなイメージなんですね。ものすごい薄まってる。そうするとこれが嫌なので大量の放射線使うこと自体は危険性もあるので、それで何をするかというと、そのパルスラベルする前にアミノ酸を減らしちゃうという操作をするんですよ。例えば30分ぐらいパルスラベルをする前にアミノ酸のない培地で培養するということをします。パルスする前にね、パルスする前にアミノ酸を含んでない培地、アミノ酸のところにメチオニンシステインを含んでない培地に置き換えてメチオニンやシステインを減らすという、そうすると減らすことによって例えば量が10グラムになると、100あったものが10になると、そうすると 10分の1だから、前は100分の1しか入らなかったのが10分の1入るので10倍実験をやりやすくなりますよね、というようなことを普通やるんですよ。でこの時にやってみたら、やっぱりこの免疫の人たちはこの手法を通常これ通常なんですね。みんな普通これはみんなこれをやっていて、やっぱり実験が入れやすいように少しアミノ酸のプールを減らしといて放射線のアミノ酸を入れてが洗ってチェイスをすると、これは別に普通のことをやっただけなんで、そうすると実は3分の1とか半分が壊されていたという結論になったんですけど、ハートルという人はこの過程に何か問題があるんじゃないかと。
いうことを考えて、自分あの博士研究にたくさんいるけど一番腕のいいやつにやらせたと。100のもうアミノ酸起用させないで100の中に1入れるという。だからこれはよっぽど腕が良くないとものすごい実験難しいから、一番腕のいい実験の技術のいいのにやらせてみたら、この人工的な操作を抜いてみたらこんなことはなかったと。大体は安定に存在していたということを言っていて、でこれが結論は、だからアミノ酸飢餓をすることによってアミノ酸が足りないから細胞はもっとアミノ酸が欲しいと思ってタンパク質の分解を増加させていたという。というのがその論文の5年後ぐらいか、2006年ぐらいかなに彼が出したおかげで、大体できたタンパクの 90% 以上は大体いい形になってるんじゃないかと、分解されるのは 10% 以下じゃないかということをまあ彼は言っていて、一応これで2つのシステムを両立したと我々は思っているけど、だからシャーペロンシステムは結構効率よくて 90% 以上はちゃんと形になっていると。でも分解がゼロと言ってるわけないよね。分解全く分解されない 100% いい形になるとは言ってなくて、 10% 以下でも分解されていればその分がこの K に乗っかってリアルタイムの抗原提示にも使われるからという、 両方とも別に問題なく矛盾せずに成立するんじゃないかというのが、まあ一応我々の考え方ですけど、免疫の人たちはまだ文句言ってる人がいるかもしれないけどですね。だからまあ基本的に 90% 以上の効率で工事構造形成ができている。ダメなものは壊されて一部は抗原提示に使われているということです。いいですか。